な何がいいと思う？杉田さんへのプレゼント何がいいと思うかね。こっちは無理。エアコン自販機のブラボ？そんなもん売ってるか。クルーザーは無理だって。俺にやたらと高いものを買わせるとしてもやめろ。杉田さんも誕生日近いから飯食ったりとか祝いたいなって話もしてましたけれども、でもなかなか時間なくてね、杉田さん側にもなかなか時間がなくてちょっと食事行くのは無理そうだっていう話になったんですけれども、プレゼントをね昨日送ってくれたんですよ。でメール LINE で動画付きで送ってくれて、何を考えてるのか、あの包丁を持った自分の手をただひたすら映し続けてるという、なんか俺刺されるのかなって、ちょっと意図不明の動画が送られてきたんですけれども、それが実に杉田さんらしくて懐かしくてね、ここ数年杉田さん成分が非常に欠乏してるんですけれども、昨日一日で大量摂取したような気持ちですね、そのメールで。すごい懐かしい、あのノリが、あの杉田さんのあのノリがもうめちゃめちゃ懐かしいな、その懐かしく思えるくらい今となっちゃ会う機会が減ってるっていうのはもう実感すると寂しい限りですけどね。でもね、美味しいお肉を送ってくれたんですよ、和牛かなんか、送ってくれたんですよね。ありがてえっすよ。まあだからね、俺もねちょっとお返しを今チョイスしてるところなんですけれども、まああの人もな、今となっちゃ何でも買えるだろうし何でも持っとるだろうしな、そういう人に何かをあげるっていうのはねちょっとじっくり考えないとね。でもやっぱりこう負担にならない、もう消えていくものがいいのかなって気はするんだけどね、肉を送ってくれたみたいにさ、ねみんな何がいいと思う？杉田さんへのプレゼント何がいいと思うかね、ちょっとアイディアくんないかな、なんかこういうの喜ぶんじゃねえかっていう。俺の配信の視聴者の中にはさ、きっと杉田さんのチャンネルもいっぱい見てるよって人いっぱいいると思うんで、それなら最近の杉田さんのこともよく知ってるじゃない。最近の杉田さんは何を欲しがる？どんなものを欲しがってる？どんなものをもらうと嬉しいと思う？スイートホームのレーザーディスク無理だって。手に入んのそれ？お題になるとプレゼント難しいよね。いいタオルとか面白い入浴剤とか、やっぱ消えていくものがええわな。エイスパック。手料理は遅れねって。食べ物かな。酒？いや杉田さん飲まねえだろそんなに。俺が使ってんのと同じ香水でもあげよっかな。杉田さんあんまつけねえからな、声優さんでつけねえんだよね、あんまり現場で匂いこもるから基本的に普段つけづらいからつけねえって話聞いたことあるわ。お酒結構飲んでな、杉田さん酒めちゃめちゃ飲むようになったの？それは知らんかったな。昔と比べて酒量増えてる。飲みすぎねえといいけど。マヌカハニー、スレッタちゃんのプラモは手に入んねえんだってばよ。プロテインに、塩と胡椒、料理関連のものありか、最近は酒飲むならありか、酒か、酒いいかもな、酒にすっかな。俺の好きな蜂蜜の酒でも送ろうかな。人類最古の酒に近いと言われてるミード、蜂蜜のお酒ですね。お酒苦手な方でもねガバガバいきますよ、とっても美味しい。それにゲームやる人、ファンタジーゲームやる人であればテンション上がると思いますよ。ファンタジーの世界に出てくる酒大体ミードなんでね、特にスカイリムとか、エルダースクロールシリーズとかでよく飲んでるシーン見るっしょ。蜂蜜酒で乾杯しようっていうセリフがモブからよく飛び出すでしょ。そういうのもいいかもね。スパイスセット、土地は無理。
高いウイスキー、ウイスキーアルコール度数高いけどな、大丈夫なの。おつまみね、なるほどなるほど、結構参考になるな。口噛み酒は嫌です作る方も嫌だし飲む方も嫌でしょうが、おっさん同士でシドミード関連のグッズ、別のミードだねシドミード関連は俺も好きだけど、シドミードデザインの車とかむちゃくそかっこいいの知ってる？欲しいんだけどね、もう手に入る車じゃない。そうそう、エロ本自販機のプラモ、そんなもん売ってるかあともらってどうすんだよそれ。あ、フィギュアとかと並べんのか、面白いかもな、スケール感が。はい、包丁か、そういや包丁に凝ってるのかな。あの動画で見た包丁、なんか良さげな包丁だったな。結構本格的な包丁握ってた気がするんだよな。でもだとしたらなおのこと、今持ってる以上の包丁なんてないんじゃない。今自分が最高に使いやすい包丁を持ってんじゃないの。あーなるほど、動画へのアンサーとしていい包丁とか、逆にまな板送るってのはどうだ。包丁 VS まな板、最強の盾と最強の矛みたいな感じよ。まな板前に買い替えてた。あーそう、まな板もう買ったんじゃいらないか。天然石のアクセサリーにハマってる杉田さんが。はああの人も大概多趣味だね。知らんこと結構あるな、会ってないとみんなの方がずっと詳しくなってんな。俺も配信全部チェックできてるわけがないからね。天然石のアクセサリーとかなってんだ、ね、石か、石なら俺結構いい石持ってるけど、でも石が好きなわけじゃないよなあくまでアクセサリーが好きなのであって石が好きなわけじゃないよな。まあ石関連ならね、うちのイモジャにね聞けば大体わかると思うけれども、うちのねにわか魔女のイモジャにね聞けば大体石関連のことはわかると思うんだけど、そっか、包丁、本当でも送る、日本刀買えるよね確か。あれって資格とかいるんだっけ。あ、証明書みたいな、所持許可証みたいなのついてりゃいいんだっけ。あ、日本刀は美術品扱いか。まあ家にしっかり保管してあるならセーフか。刀剣登録証みたいなのついてるや。ワンちゃん探してみっかな。でも杉田さんに刀っつったら、あの人真剣より木刀のイメージだからな。なあ、あの人真剣より木刀のイメージだもんな。今さら洞爺湖の木刀なんかあげてもしゃあねえし。そんな擦られて倒したようなネタ、今さら擦ってもしょうがない。洞爺湖の木刀なんか10本くらい持ってんじゃないのもう。なんだかんだで、ね。持ってるかどうかも知らんけど、クルーザーは無理だって俺にやたらと高いものを買わせようとするのやめろってそんな億万長者じゃねえんだから。あ、ネイティブアメリカン系のアクセサリーが好き、そんな初めて聞いたけどな。マンドラゴラはいらねえだろマンドラゴラもらってもしゃあねえって、困るよあれもらっても。そうね、自分ではなかなか買わないものがいいんだけど、そういうのって自分でもなかなか買わないからパッと出てこないんだよね。キッチンマット、なるほどね、参考になるね。ヨギボー、ヨギボーのクッションか。でもあれ部屋のコンセプト次第だよね。ああいうの置きたいっていうセンスじゃないと送られても困るんじゃないの。俺はその自室のコーディネートとかそんなこだわりないけれども、ガレージくらいかな、そういうコンセプト頑張るの。砥石がおすすめ、天然物だと何十万の世界。いや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 、何十万の砥石逆に使いづらいだろ。チタン製のセンス、チタンのセンスもらってどうすんだそれセンス持ち歩くタイプの人でもない、生地じゃないんだから。珍味セットか、いやガンプラハード高いよ。持ってないようなものを送るんだとしたら、もうなかなか品薄なもんとかね、俺も手に入んないし買えないしね。3人おれば文殊の知恵と言いますけれども、
まあ、2500人も集まれば文珠超えますね文珠何倍海洋圏か知らんけどちょっとね、後からもこの動画のコメント見直して杉田さんのプレゼント検討してみたいと思いますわ。いやいや、ありがとうございます皆さん。誕生日プレゼントの相談以前したじゃないですか。俺、牛肉もらって杉田さんに誕生日プレゼントのお返し何か考えてるっていう話で、で決めたんですよ、送ったんですよ誕生日プレゼント。まず一つが、俺が昔からお気に入りのニード蜂蜜酒、蜂蜜のお酒、メディエバルっていうんだけれども、人類最古のお酒に近いと言われてるその製法で作ってるらしい蜂蜜酒なんだよね、うん、これがね甘くてうまい。子供みたいな感想を言うけど甘くてうまいのよメディエバルはだから俺のお気に入りの蜂蜜酒をまず1本プレゼント。何がテンション上がるかって、コルクがロー止めされてるのよ、ローで染められてるのよ。だからローにナイフ入れてポンって抜くの。それがね、まるでファンタジー世界の飲み物を味わってるようでテンションが上がる。スカイリムとかやってる時に飲むとめちゃめちゃテンション上がると思う。で、杉田さん最近よくお酒を飲むって聞いたから、まずそれを1本プレゼントしたのと、もう一つが料理に凝ってるって話を聞いたから、みんなのアドバイスのおかげで最近の杉田さんの事情が分かったかとか。で、料理に凝ってるっていうことは、多分包丁とか料理道具いっぱい持ってるわけね。でその料理関係のもので何かあげられるものあるかなって考えて、まあ、包丁はいろいろ持ってると言っても多分これは持ってないだろうっていうものが、いわゆるブッチャーナイフ、肉をバンバンぶったたいて切っていくやつ。ホラー映画とかにもよく出てくる、あの肉厚のめちゃめちゃでかい包丁。呼び方いろいろあるんだろうけど、俺はねブッチャーナイフってイメージだからブッチャーナイフって呼んでんだけれども、それのなんかスイスアーミーの系列のブランドが作ってるめっちゃいいやつがあるんだよ。それを取り寄せてプレゼントしたのね、うん、結構デカめのブッチャーナイフ。おそらく杉田さんはいろんな料理はするだろうけど、まだブッチャーナイフには手出してないと思うから、そろそろブッチャーナイフが欲しいと思ってプレゼントしたんですよ。でなんかね、コメント欄を見るに包丁とかナイフとかそういうものプレゼントには良くないっていう説があったんですよね。縁を切るっていう説があるらしいんですよ。でもそれに対してもう一つコメントがついてて、一方で未来を切り開くっていう意味合いもありますよってコメントがついてて、俺それを見てなるほどって思ったんだよね。縁を切るなり未来を切り開くなり、まあどちらにしろ俺ジンクスはどうでもいいんだけれども、うん、ジンクスはね、いいものしか知りません悪いジンクスは全部クソくらいでございます、はい、いいジンクスだけを信じて生きるのが俺の処世術なんで、もともとあんま関係ないんだけれども、その意味合いはちょっとかっこいいなって思ったんです。で杉田さんは社長にもなったし、いろんな今新しい仕事にも手出してるし、それこそ未来を切り開くべきお人なわけですよ。未来を切り開くべき人だから、それを切り開くのに最適なナイフといえば、やっぱでかくないとダメだよね、うん、バカデカナイフじゃないと未来は切り開けない、ブッチャーナイフよ、うん、だからこれからね杉田さんがあれでもう塊のブロック肉とかをこうドカンドカンってしていくところを動画で見たいんだよね動画でやってくんねえかな杉田さん、そういうダイナミック料理動画でやってくんねえかな。ブロックの牛肉なり豚肉なりをブッチャーナイフで切っていく動画が見たい、うん、まあそんな感じで皆さんのおかげでいい贈り物ができたと思ってます。はい、高級な牛肉に対してね、その牛を断ち切るナイフで返すっていうのもなかなかジョークが効いてていいんじゃないですか登録とグッドボタンをお願いします。